グーエルは、ジンバブエの都市。人口14万人。国土のほぼ中央に位置し、ミッドランズ州の州都である。首都ハラレとブラワヨに次ぐ、ジンバブエ第三の都市である。グーエルは1894年にリアンダースター、ジェームソンによって建設された、1914年に、地方自治体となり、1971年に市政を施行した。 1982年には、それまでのグーエロから、グーエルへと使命を変更した。グーエルには、ソーンヒル空軍基地があり、ジンバブエ軍事博物館や、アンテロープゲームパークなどの観光施設がある。1928年、植民者の未亡人であるジャンボギー夫人は亡き夫を、記念して、時計塔を建設した。 このボギード系統は現在でもグーエルのランドマークとなっている。グーエルには、ジンバブエ合金のクロム精錬工場やバタ社の製菓工場など、いくつかの工場が立地している。また、グーエル周辺はジンバブエで最も有料な畜産地帯であり、牛肉や乳製品の産地となっているため、牛に関連した産業も多く立地し、 CSC 社の土地区場やバタ社の川な飯と比較の工場などがある。グーエルは、ハラレとブラワヨを結ぶ鉄道の中間点にある。グーエル南部には、ジンバブエ最大のダブカ奏車場があり、ジンバブエとモザンビーク、ボツワナ、南アフリカなどの諸国とを結ぶ拠点となっている。グーエルの人口の70%は、ショナゴを離し、30%は、ウンデベレゴを離す。 政治的には野党 MDC の拠点の一つである。ありがとうございます。